車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは小笹くんです。よろしくお願いします。お願いします。小笹くん、なんと多分2回目の登場。はい、そうですね。そして車両担当として今回カスタマイズの紹介してくれるのは初登場ということで。はい、初ですね。はい、皆様よろしくお願いいたします。お願いします。あの、大笹君はあれですよね、車両販売の方のスタッフ。そうです。はい、ただカスタマイズもちょくちょくはやってます。お任せくださいということで。はい。で、そんな大笹君が今回担当してカスタマイズさせていただいた車がこちら、クラウンスポーツ。はい、クラウンスポーツです。 PHEV ですね。あの、特に大阪店国産車のイメージあんまりない方いらっしゃるかもしれないんですけれども、意外と国産車入庫多いっすよね。多いですね。最近だと浅井さんのレクサス LM とか多いですね。あの、ランクル系だったりだとか。そうですね。あとは、うん、ちょっと前ですけどセンチュリーだったりだとか。そうですね、センチュリーも LX も。その辺のなんかカスタマイズ、なんか親和性が高そうな。そうですね、国産車を割とご入庫いただくと。はい。で、今回クラウンスポーツなんですけど、クラウンスポーツなんかめっちゃ売れてるみたいですね。あ、そうなんですか。で、ボンドグループ各店でもあのいろいろ入庫してたりとか、あのカスタマイズさせていただく機会もあるみたいなんで、小笹くん流にカスタマイズした今回こちらを紹介したいと思います。はい。で、まずどんな感じでどこをどれだけカスタマイズしたのか、あの、予備知識入れてないので教えていただいてもいいですか。はい、まずモデリスタ。はい、ここもともと金だったんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。ほんで、その金の部分をこれラッピングですね。あ、これラッピングなの。そうです、そうです、ラッピングです。あ、確かにそう言われると若干塗装と質感違いますけど、ほとんど分かんないですね。これそう、ラッピングなんですよ。ほんで、このナンバーフレーム、はい、これもメッキだったんですよ。あー、なるほど。これはペイントです。なるほど。というわけでその辺が黒くなってる。そうですね。ほんで、あとはこのエンブレム。え、これも手が入ってるの？そうです。これもペイントしてます。元は？ガンメタっぽかったんですけど、ちょっと暗めの。あ、なるほど。これをリアのトヨタのエンブレムのマークに合わせて塗ってます。なるほど。ちょっとトーン下げてある。はい。というわけで、全体的にはまあブラックアウトっていう感じですかね。そうですね。はい。で、今回車が真っ黒なんですね。そうです、真っ黒です。で、なんかクラウンスポーツあのホームページ見たら、なんか色めちゃくちゃいろいろあるんですね。いっぱいありますね。なんか10種類以上？そう、いっぱいあります。で、しかもツートンがあるんですか？あります。屋根となんかボディの色が違うみたいな。うん、ありましたね。で、今回はもうとにかく真っ黒。真っ黒で。で、しかもこれソリッドのブラックなんですね。ソリッドブラックですね。メタリックとかパールとか入ってない。入ってないです。国産車じゃ結構少ないんじゃないかなっていう。少ないと思います。あの、そういう不用意な発言をすると、国産車でもソリッドブラックありますよってコメントすぐ来るんですけど、はい、多分僕の記憶だと結構少ないんじゃないかなっていう。ただこの見た目になんかソリッドブラックめっちゃ合ってますね。合ってますね。で、やっぱ足元はキラキラに、はい、早速行ってもいいですか。はい、行ってください、はい、そんなブラックアウトしたクラウンスポーツに履かせたホイールがこちらでございます。こちらです。 AK フォージドです。はい、あの、最近ボンドグループで急激に注目を集めてる。そうですね、新生鍛造ホイールブランドですね。はい、最近こればっかりですよね。あ、そんな感じ。はい、まあ、でも確かにブログとか僕らも見てても各店触る機会かなり多いかなっていう印象が、うん、結構これ日本車とか多いですよね、履いてるお客様が。っていうのは価格帯がアメタンとかに比べると少しこう、そうですね、ちょっと求めやすい価格にはなってるかなと思います。あと、まあ BC と変わらないっていうのが、はい、価格帯が、価格帯が、なるほど。で、まあ僕 AK ってなんやねんと思っとったんですよ。はい、浅い企画だと思っとったんですよAK だけに。そうなんですよ。違います。それで教えられとったんで、はい、AK ってなんなんやろなってずっと思ってましたね。違います。はい、あの、本国のブランドが AK なんで、ね、AK になってるということでこちらが装着されていると。ただこれ、はい、ホームページにまだ載ってないんですよね。載ってないですね。もともとまっすぐじゃないんですよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。これはちょっとお客様の要望で、ちょっと僕も浅井さんにちょっと どうかなりませんかって相談したら、いけるよっていうのでやってくれて作りました。じゃあ既存のデザインを小変更して。そうです。新しいデザインとして作り直してると。はい、はい、というわけでこれ造形がすごいことになってるですね。この内側は割と、まあ、スタンダードというか王道のこの Y 字のスポークのデザインですけど、 その外側にこのリング状にまたデザインが入ってると、はい、でしかもこのリングがここ浮いてるんですね。そうなんですよ、浮いてるんですよね。
これ内側と外側で、しかも外側のリングがこの外側のスポークにつながってるという、これ本当にどうやって削ってるのっていう。そうですよね、めっちゃ気になります。そういうレベルですよね。すごいと思いますこれ。だ割とあの BC って言ったら保守的というか、はい、あんまりめちゃくちゃ攻めた、うん、あの削り込み激しめのホイールって、はい、割とラインナップとしては少ないですけど、 AK なんかは結構その辺がアメタンとまではまあいかないですけど、うん、割とこう手の込んだデザインがあるということで。そうですね。でしかもキャリパーも PHEV はこの OP6、はい、っていうのが元から入ってるんですよみたいですね、はい、びっくりしました。僕あの社外のキャリパー入れたのかと思ったら、そうなんですよ。僕も最初新車の時に預かった時にあれと思って何やこれと思ったんですよ。ほんなら元々だったん で調べたらあけぼのブレーキ、あこれあけぼの製なの。そうですね。あそうなんだ。の6スポットのこの赤キャリパーのブレーキが入ってる。そうなんですよ。これキャップも AK なんですよね。あそう、このエアバルブのキャップもちゃんと頭にこの AK のロゴが入ってたりとかして、うん、かなりいろいろ細かいところまでこだわってると。かっこいいですよね、はい、そしてもう一個ポイントなのは、うん、AK このここです。 JWL って言って、うん、日本のその共同規格もちゃんと適合してるということで、あの飛び出ない適合サイズで作ればなんと車検だったりも問題なく使えちゃうということで、はい、これだいぶいいですね。これだいぶいいです。そして今回こちらホイールはポリッシュですかね。フルポリッシュですね。フルポリッシュになってるということで、はい、ポリッシュも結構綺麗ですね、うん、だいぶ綺麗です。ポリッシュも結構メーカーによってどこまで追っかけるかいろいろありますけども、はい、割とこう AK のポリッシュは磨き込んでる。でお客さんがやっぱりあのポリッシュがいいって言ってたんで、足元はもうやっぱり、あなるほど、あの外装のその差し色だったりとかメッキパーツをなくした分、はい、足元に全部集約させるとギラつかしたいみたいなんでこれにしました。そして当然オーダーメイドの鍛造ホイールですから、デズラも本当に紙一重引っ込んでるぐらいですかね。そうですね、チューナーサイズっていう感じ、はい、はみ出てはないので。そして当然先ほど触れたキャリパーなんかもかわすように製作ができるんですよね、はい、というわけでこの辺の自由度がかなり高いので、はい、まあ、国産車なんかにもかなりぴったりなのかなと。そして今回はこのボルトも合わせて全部クロームのタイプのボルトにしてあるということで。そうですね、はい、これさっき聞いたらあのクラウンスポーツボルトになってるんですね。そうです、ナットじゃなくてテーパーのボルトになってますね。最近あのレクサスだったりだとか国産車でも結構多くなってますよね。 M14 の 1.5 ですよね、はい、なんでその辺もしっかり揃えて足元が、はい、なんか本当に国産車っぽくないね、欧州車っぽいなんか、はい、そして今回これインチは、インチはこれ22ですね。標準が21インチ。そうです。ということでじゃあ純正は21ですね。外径1インチアップしてると、はい、でこれもホームページ見たらなんかローターがそもそもなんか20インチ。はい、そうですね。インチダウンというか、うん、もうちっちゃいホイールはもうそもそもはまんないんですよ、21からなんですよ。そうです。で21なんですけど純正235のところをなんと今回265ですね。ここまでサイズアップはできるんですよね。できました。というわけでタイヤも結構パツパツに入っております。そして今回車高が結構下がってるように見えるのですが、はい、これは RSR の車高調ですね。じゃあ好みに応じて前後バランスだったりとか全体の車高なんかもしっかり調整できる。調整できますということで結構今回低めですよね。はい、結構低めです。なんか車が一回りコンパクトに、はい、ちょっとやっぱ低いなって感じますよねすごく低く見える。めちゃくちゃ思います僕も。だとクラウンスポーツサイズがめちゃくちゃいいんですよね。はい、サイズがめっちゃいいサイズですね。なんかあのレクサスの RX よりかもさらに一回りちっちゃいということで。ちっちゃいですね。割とこう使い勝手もかなりいいということで、うん、その辺も人気あるのかなと、うん、はい、そしてあと横も全部真っ黒ですね、はい、これは黒くしたりとかはしてないんですか。してないです、横は。なるほど。ほんであとはリアもモデリスタの部分は、はい、この辺がついてて。そうですね、モデリスタのエアロ、これもラッピングです。リアもここも。そうです、この下がラッピングです。全部、はい、じゃないよね、下が。その下ですね。ここがしっかり黒くなってる、はい、そしてあとはクラウンのエンブレムですね。ここ、はい、ここもじゃあ少しトーンを抑えて。そうです、もうこの色と一緒に合わせました。え、これってもともと元々の色で。これもともとなんだ。そうなんですよ、これが元の色で、もうそれに合わせて。あの色味 色味もサイズもびっくりですなんか僕もえっと思って最初。これ新車で見てびっくりするね。びっくりしました。なるほど。じゃあこんなイメージでちょっと暗めにクラウンのエンブレムを。そうですね、それと合わせて。あとはだから PHEV っていうエンブレムは外しました。なるほどなるほど、はい、というわけでしっかり後ろも全部真っ黒になってる。はい、
じゃあ最後になりますけども、ちょっと、はい、感想を聞いてください。土井さん、感想どうですか？僕、見た時に、割とこうブラックアウト、ローダウン、タイヤホイール、まあ、欧州車にもうちの方で当てはまる王道のカスタマイズだと思ったんですね。で、ブレーキキャリパーが結構赤なんで、はい、結構差し色としては目立つ色かなと思ったんですけど、なんとびっくり、これ内装が、そう、内装もですね、そうなんですよね、はい、内装が赤なんでちゃんと内装の色とこう合わせてるというか、うん、合ってる、合ってます。その辺絶妙なさじ加減でして仕上げてあって、はい、めちゃくちゃ大人なクラウンスポーツになってるなっていうふうに思いましたですね。乗りたいですね、僕個人的要望、はい、個人的に乗りたいです、はい、で特に最近トヨタなんか、うん、いろんなこうスタイリッシュな車とか、はい、新しい車とかいろいろ勢いよく出てるじゃないですか。ですね。なんでいろいろご相談いただけると。そうですね、国産もやっぱ結構いっぱいやっていきたいなっていうのはありますよね。最近すごい勢いありますよね、はい、はい、なのでというわけで国産車もぜひお気軽にご相談ください、はい、そして最初にも触れましたけども、はい、車両販売担当してますんで、車両の購入合わせてご相談いただけるといい提案ができるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ大阪店小笹くんにご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。